おついち。おついち、男性。1978年10月21日体、は、日本の小説家、映画監督。日本推理作家協会会員。本格ミステリ作家クラブ会員。山城麻子や中田栄一の別名義でも、小説を執筆している。本名は、足立博隆。1978年。 昭和53年10月21日、福岡県田主丸町、現、久留米市に両親と2歳上の姉がいる4人家族の長男として生まれた。田主丸町立川会小学校、田主丸町立田主丸中学校を卒業。小学校高学年からは6 0ラムを超す、肥満児となり、周囲からはそのことを揶揄され、コンプレックスから一人でゲームに没頭するようになる。 14歳の時に一年発起してダイエットを成し遂げ、中学3年ではクラス委、e、員に選ばれるようになったものの、依然として同級生たちの中には溶け込めず劣等感は払拭されなかったという。1994年、平成6年、久留米工業高等専門学校に入学。高専の5年間を人生で一番うくした時代だったと語るが、15歳頃の夏休み、 友人から借りた、上坂はじめのライトノベル、スレイヤーズ大、巻を読んだことで小説を読むことの楽しみを知り、ゲームや漫画だけでなく、ライトノベルにも手を出すようになった。それから一年半ほどは、ライトノベルを読み漁り、また友人や姉から借りた、阿ビコタ丸、殺戮に至る病、あやつじゆきと、実格感の殺人、島田総司、三たら清シリーズなどで、 本格ミステリーや除述トリックにも出会った。自分で小説を書くようになったのは16歳の時、富士見ファンタジア小説大賞に応募するための異世界ファンタジー長編を書き始めたものの、うまくいかず、次に舞台を地元周辺の田舎町にして書いたものが、1996年、平成8年に第6回ジャンプ小説大賞を受賞して、デビュー作となった。 夏と花火と私の死体である。章の選考では、審査員を務めた、栗本香織が強く推したという。17歳、執筆時は16歳での作家デビューであった。1999年、平成11年に、久留米高専を卒業、豊橋技術科学、大学工学部エコロジー工学課程に編入学、愛知県と橋市で一人暮らしを始める。大学では、 SF 研究会所属。2002年、平成14年、豊橋技科大を卒業。この年に出版された、ボス、リストカット事件で、翌年の第3回本格ミステリー大賞を受賞。2003年、平成15年、豊橋市から東京の学芸大学駅付近に、転居。さらに数ヶ月後には、川崎市の武蔵中原駅付近に転居。ある時、 編集者から押井守監督作品、イーノセンス2004年公開の声音現場の見学に誘われ、そこで押井の娘で編集者、ライターをしていた押井智もと出会い、2006年、平成18年に結婚した。2007年、平成19年2月に川崎市から転居。2010年、平成22年には第一子が誕生している。初期は、 奇抜なアイディアの短編小説やハートフルなライトノベルが中心であったが、ゴス・リストカット事件はミステリー小説として本格ミステリー大賞を受賞するなど高く評価された。また、初期の作品は、ホラー小説よりのものと切ないストーリーに大きく分かれていたため、それぞれ黒一、黒シロ白津一と呼ばれていた。お津名義では主に集営者、角川書店、原角川、 伝統者などで小説を執筆している。2005年頃から、メディアファクトリー、原ン土ドの階段専門誌、ユで、山城麻子として、また、昇電社の恋愛小説アンソロジーや、恋愛小説専門誌、フィールラブで、中田栄一として、それぞれ別名義での執筆活動を開始した。当初、同一人物だということは伏せられており、2007年発行、死者のための音楽、 山城麻子短編集、巻末、238ページには、1973年、大分県生まれ、出版社勤務を経て、フリーライターになる、というおついち本人のプロフィールとは異なる情報が、記載されていた。2011年6月30日に、山城麻子や中田栄一の別名義で活動していた、ことを、おついち、足立博士高のツイッターで明らかにした。 2012年11月には、中田英一名義の唇に歌うが選ばれた、小学館児童版文化賞の贈呈式に出席し、毎日新聞がこの別名義の件を報じた。その他、8人の作家がそれぞれ名前を伏せ知前又郎名義で一冊ずつ執筆する、魔界探偵名王制王というシリーズの企画、200年にも参加している。 本名の足立博士高名義では自主映画の制作を行っており2015年までに4本の作品を発表している2004年にはゴーストは小説家が好きで第5回宝塚映画祭映像コンクールに上位入選している2016年にはおついち、中田栄一、山城麻子、越前又郎による短編集解説は 足立チ・ヒロシダカという5人分の名義が並んだメアリー・スーを殺してお刊行。その端末でさらに枕木・ウレシ名義でも映画エッセイを寄稿していることを明かした。ダヴィンチ2016年5月号では奇跡の定断が実現と銘打って、オッツイチ、中田栄一、山城麻子という別名義号の定断企画も実施した。小説の執筆にあたっては、 まずストーリー展開を決めた上で、それに合ったキャラクター設定を作る方法をとっている。また、デビューから間もない頃に、シナリオ入門という本で勉強したがの脚本作りの技術を取り入れている。特に物語のちょうど真ん中で転換点を迎えるという手法、ミッドポイントを多用し、全体の構成が4分割、16分割までされているものも多い。 妻のおしいともえは、おついちの制作への姿勢について、小説にも映画にも執着してないんじゃないかと言い、本人も作品が形になっていくのが、とにかく楽しくてやっている感じだと述べている。2012年に、このミステリーがすごい。大賞の優秀賞を受賞し、作家デビューしたともいようは、重度のおついちファンだと受賞しており、おついち作品を読み漁って勉強することで、 小説家になったと語っている。ライトノベルとは出版界において特殊な位置づけがされている。おついち自身付き合いのある編集者の中でライトノベルを読んでいる人はいないと述べている。これはおついちが出版界で活動をして初めて知ったライトノベルの地位の低さにもつながる事実である。おついちがデビューした当時ライトノベルに授けられる賞は一つもなかった。 自らがライトノベルで本を出すことにより、ライトノベルしか読んでいない人にもミステリーという形式を知ってもらい、いろんなジャンルの本を読んでもらおうと思ったおついちは、ゴスというミテリー小説を最初、ライトノベルというジャンルで出版した。しかしその後、ライトノベルという形式から一般書の形式に変更した。 本人はそれをライトノベルのままでは手に取ってもらえない客層がいるという事実を覆せなかったという点ではある種の敗北であるとハードカバー版の失われる物語の後書きの中で述べているアニメ、ゲームや漫画、映画鑑賞が趣味最も好きな映画監督はアンドレー・タルコフスキースタジオジブリ作品のファンであることを公言しており特に好きな作品は 天空の白ラピュタのようである。また、藤子、海、藤尾作品のファンでもあり、ドラえもん、原作、アニメ版ともにからは多大な影響を受けており、海先生のポケット及び、スモールライトアドベンチャーでは、ドラえもんの道具が登場する。16歳の頃から移住院光ると爆笑問題の、ラジオ番組を愛好しており、東京に移住したのもラジオの電波が入りやすいという、 理由からであった。高専時代は友達がいなかった。なぜか人との接触を拒んでいたため、一人で本を読んでいることが多く、ダメでもいいんだというラジオの声に勇気づけられたと話す。ちなみに、出身地である福岡県は RKB 毎日放送にてずっと、伊集院光と爆笑問題のラジオを放送している。数少ない地域でもあった愛知県では放送がなく、 東京などの放送波を遠距離受信する必要がある。またオツイツは一人で遊べるという点から、ダンスゲーム、ダンスダンスレボリューションを愛好しており、最高のレベル10まで踊れると述べている。高校生の時85キロあった体重は、大学での一人暮らしにおける肉体改造とも言えるダイエットと、ダンスダンスレボリューションのおかげで、現在65キロまで落ちている。 ジャンプ J ブックス出身の作家では、定金真嗣と松原誠と特に仲が良く、三人でトルコを旅行し2006年に三人の協著でトルコ日記を出版している。また、ファウストの若手執筆人、佐藤智也、西尾維新、滝本達彦らと交友がある。妻の押井智恵は映画ライターとして活動しており、おついちの監督映画で主演も務めている。また、 ともえの父は、ウルホ星や、ツラなどで知られる、映画監督の押井守であり、おついちから見ると義父にあたる。押井の監督映画、立ち食いし列伝には妻やファウストの小説家仲間と出演している。候補などを含む文芸史掲載時から単行本、文庫本収録までの間に、大幅な開口が入っているものがいくつかある。例えば、図収録のクローゼットは、 細部や結末が変わっており、どう、飾りと陽子も、ともいようによれば、別作品と言ってもいいくらい、天帝陽子に至っては、全面開口によって、昇進正明正別の作品、ともいとなっている。映像作品においては、本名の、足立博士高名義で作品を発表することが多い。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。